前詰めすぎるとね、湧くからね。後ろね、この湧きすぐしちゃうから注意ね。まだ湧くと思いますこれ。なのでちょっと逃げたい。いやそういう逃げ方をしたかったわけじゃないんだけど、まあいいや、結果的に結果的にあの場からは逃げられたから、まあ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 、あの場からはね、あの世には行っちゃったけど逃げられたから OK でしょう。これが立ち回りです。はい、こんにちは、グリードです。今日は僕がこのゲームで一番好きな武器を紹介したいと思います。このバトルライフルのバス B ですかね、こちらガンスミスこんな感じにしております。マズル、バレール、アンダーバーレールに拡張マガジン、こんな感じですね。そしてサイトをこの SZ ホロサームというね、一種のそのサーマルチックなホロサイトをつけてます。なんでこのサイトつけてるのっていうとね、かっこいいからですね。あ、かっこいいからつけております。このゲームサイトの種類とかバレルの種類とか、あ、もうアホみたいに多いわけですよ。あー、どこまで行っちゃうの。それならね、いろんな種類せっかくだから使った方がいいじゃないかというわけで、見た目で選んでおります。決して性能で選んでおりません。ほらどうですかこれ。迷彩はね、黒色にしてます。真っ黒ですね。これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ちなみにこのサーマル1個特徴があって、まあこういう風にサーマルオンオフが可能です。でオンにしてると、ほら敵がね、ちょっとハイライトされるんですよ。視認性がアップしてるという利点は1個一応あります。まあだけど、ホロサイトなんで、まあ、ちょっと見やすさという面ではドットサイトに劣るかもしれないけど、まあかっこいいから OK です。というわけで今日はこの僕のお気に入りちゃんでやっていきたいと思います。動画やろう、レッツゴー。さあ、というわけでやっていきましょう。まずはセンター警戒、ターミナルハードポイントですね。本作のほんとハードポイントは、非常に、なんでしょう、リスポーンがね、まあ、オーソドックス、基礎的というか。なので、経験者ほど、あ、こういう湧き方か、知ってる知ってるみたいなことが非常に多いですね。まあ、よく言えば、なんか変な湧き方しないんですよ、本当に。このリス、このシチュエーションだったら、まあ、敵こっちから来るなってのがね、すぐわかる。だから、覚え出したらね、すごい早いと思いますね。初心者の人でも。さあ、敵削って削って、次のリースはこっち側だったかな、どうかな。さあ、このサイトによって敵がね、ハイライトされてるから、限定ルールの敵がハイライトされるルールと、ほぼ一緒ということ。さあ、マイポのやつが多分こっちから来るんで、それもカットして、もう一人いましたね。味方の援護してもらいつつ、これでスタンで抑えて、で、今のリスだと敵が多分正面で、まあ、あそこ飛行機乗ろうとするから、それカットするじゃん。で、1人ぐらいその2回使ってくるかなって感じだけど、見えないのね。じゃあこっちですね。うん。大体もう敵が来る方向がこれでもう限られてる。どうだ？まあこれ無理に行かなくていいかな。残り30秒だから、まあそろそろリス反転しに突ってもいいですね。でも上に赤点が1個あるな。あれはちょっとスルーしとこうか。あ、味方ナイスキル。この段階でプッシュして、リスポーンを反転させたい。そこいる。OK。で、バーガーやる。で、ブイトルゲット。そうですね。リス的には僕の正面来るかな ?OK。もう一人、7発、ワンチャンいけるね。センターも来るか。センター先やっちゃいましょうか。わー、これ悩むな。なるほど。そういう感じね。まずはセンター、そこフラグ入れて、あ、右警戒と。スナイパー、ちょっと注意ね。はい、OK。で、もう、アドバンスを出したんで、ね、もう敵の位置は丸分かりなので、正直、リス読みとかは必要ないんですけど、そこね。ほいほいほい。まあ、これ無理しなくていいですね、この形。まあ、マップが四角いから、基本的にこう、端っこに押し込むようなイメージで立ち回ってれば、だいたいうまくいきます。こんな感じ。ぐるっと、ぐるっと。はい。押し込んで。はいはいはい。で、そろそろ位置変えようかなっていう。まあ、大体ずっと同じ場所にいると、まあまあバレるんで。よいしょ。さあ、その赤点は？悩ましいな。オッケー、一人やって。なんかずっと下にいるんで、それやっちゃいましょうか。で、右に一枚だけいる。そう、顔出してくる気配あるかな？どうかな？このロング、打てるかな？どうだろう。僕の真下入りましたね、これで。あ、上登ってきた。あー、これはやられた。これはやられた。
で、V トル一応出したけど、このマップ、あんまり空爆当たんないんですよね。これ倒せたらラッキー。あ、オッケーオッケー。ラッキーだけど、このマップね、このエリアの時は、こっちから倒しても多分ね、あんまり意味ないんだよな。どっちかっていうと、リスを変えないと多分ね、いいリスにならないから、うん。倒しても倒しても敵がエリアの前で湧いていくような形になってるので、ちょっとそこ来るかな。赤点があるね、UAV によると。それだけやっちゃおうか。で、そこと、ちょっと見える。ちょっと見えるけど倒せないかな。ちょっと見える、ちょっと見える。このエリアあんま取れなそうっすね。よし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 。さあ、次は、ああ、その中央か。これもですね、向こう側の方が有利だね。近いね。なので、こっちから回って、潰しに行っちゃいましょうか。おお、だけど敵もちゃんと抑えてくるな、俺。さあ、V トールは今んところ全く仕事してないですね。全く仕事してない。オッケー、スナイパーやる。バーガーの中いるっぽいね。いけるかな、これ。ハンドガンで、どうですか？オッケー、倒せた。ああ、ここ取れたらだいぶいいっすね。だけど敵が正面から湧いてきちゃうから。削って削って。いやー、まあ、正面から行ってワンチャン潰せたらラッキーぐらいで行きましょうか。オッケーオッケーオッケー。でも全員来てるわ、敵。これは結構厳しい。まあ、そこまず頭出しやって、で、右肩をやって、はいはい、突破、なんとか突破。だけどこれあんまり意味ないと思う。あー、で、その階段湧いちゃってるからスタンで止めましょうか。はい、止めてる止めてる。赤点的に多分階段登って、あ、はしご登ってるね。で、もう一人赤点あったから、こっち側見ようか。あー、大丈夫。センター赤点注意。で、これね、リス、この初期エリア、すごい反転しやすいのよ、リスが。この階段の後ろですぐ湧くってことが、本当に多いから、ほら。あんまり、前を詰めすぎないようにと、って言っても味方が詰めちゃったらどうしても湧いてしまうので、まあ、こんな感じで、後ろを常に警戒しておくと、まあ、いい感じになりますよと。はいはい、オッケー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 。でもまだ湧いてるね、まだ湧いてるね。まあ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 、この武器の効果力の前に、前では、負けることは、まあ、ほぼほぼないと。まあ、ほぼほぼないよっていう感じですね。ああ、いいね。いい感じでリスは抑えられたかな、これで。はい、指出すと。うん、うん、重ねていって。で、次のエリアですね。僕今忘れてるので、どう立ち回ろうかな、今ここから。ああ、これ逃げられっかな。グレが来るから、ちょっと逃げましょうか、こっちに。正面スタン入れて。もしかしたらここ、ああ、ゴーストがあったか。とりあえず、いけるところ。クリアリングできる箇所を潰していって、こっちから行きたいんだけどな、多分見られてるな、見られてるけど、行くしかない、これは。突破して、突破して、でね、今右側全然味方いないじゃないですか。多分右で湧いちゃうんですよ、敵が。なので、味方をちょっと待ってから、よし、これで上がりましょう。リスポーンはこれで取れましたね。で、エリアに入る敵に向かってグレ投げて、で、そこ顔出してくるかな？顔出してこない、顔出してこない。カウンターにいる、カウンターにいる。スタンでしっかり当てて。で、多分これリスポーン変わっちゃうな。味方が前で湧いてるから、後ろ湧く。はいはい、カットして。そこ、ほい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 、僕の左で湧きそう、すごい。味方がいない。大丈夫か、これ。この湧き。あ、大丈夫そう。オッケー、次、飛行機エリア。で、この飛行機のところは、こちらから撃つことができるけど、ちょっと厳しいか。ちょっと邪魔されるね。フラグでそこ潰して、待って、僕の後ろ湧きそうじゃない？これ大丈夫かな？一旦下逃げましょうか。やっぱ湧いてますね。めちゃくちゃ湧いてます。多分こっち。まだいると思う。UAV で確認してみようか。UAV じゃないこれ！ V トールや！まあ、こんなミスもたまにはしちゃうと。いう感じですね。はい、潰して。仕事量が、ちょっと多すぎるな。で、このエリア、奥にフラグ入れて、まず、ここの角ね、クリアリングで。で、登ったらハンドガンで、まず、牽制してみようか。で、大丈夫そうなら上がると。で、味方が前で湧いてるから、多分こっちで湧いてる。いやー、うまい敵。今のは敵がうまい。取れるんじゃないかな、これ。一枚削って、この左でよく湧いちゃうから、結構、しっかりと回って、右後ろでも湧きそうだな。どうかな？まあ、ほぼほぼ正面だと思うんで、正面かばしに行きましょうか。OK。で、誰もセンター見てないと一番危ないですね。まあ、だいたい SMG とかがセンターから入り込んでくるからね。それ、潰しておけば、だいたい大丈夫。はい、OK。じゃあ、こっちから行きましょうか。残り30秒。
そうですね、まあ、このままでもいいし、試合に動きをつけたいのであればプッシュするというのも全然ありだと思います。はい、うん、正面一人だけだな。でも味方やってくれてるからちょっと前詰めてみましょうか。まあ、じっとしてるのもね面白くないんでね、こういう時はガンガン行っていいと思いますよ。はい、オッケー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 、はい、クリアで、なんか近くで湧いてるんでそれだけ倒しちゃいましょうか。もう一人いたはず。おーし、今のは僕のエイムが悪かったです。でも多分これ取り切り、オッケー、ビクトリー。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はなんか解説っぽい感じでやってみましたけど、ちょっとあんま疲れるんでこのスタイルはそんな頻繁にはやらないかもしれません。それではよかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。